エトワール外戦門、ブランデンブルク門、コンスタンティヌスの外戦門、山田の外戦門、アヌサーワリーパトゥーサイ・ピョンヤン外戦門外戦門は、軍事的勝利を称え、その勝利をもたらした将軍や国家元首や軍隊が、外戦式を行う、記念のために作られた門。発祥の歴史は古代ローマ時代まで遡る。建築物としては、 フランスのナポレオン・ボナパルトがパリに作らせた、エトワール外線門が有名であるが、これも古代ローマの風習に習ったものである。現存する古代ローマの外線門は、多数あるが、壊されたり、別の建物の建材になったりしたため、完全な形で残っているものは少ない。その中では、コンスタンティヌスの外線門が史跡として貴重である。外線、門となってはいるが、古代ローマでは、 都市城壁や城門とは独立して建てられた記念碑的建造物であった。当時、副帝だったコンスタンティヌス帝が聖帝のマクセンティウスミカドに対し312年にミルビオ教の戦いで勝利したことを記念して315年に作られた外線門だと言われている。コロッセオのすぐ側に建てられており、高さは約25メートル。 平成老マ時代の外旋門の中では最も大きいと言われている。装飾などは古い外旋門などから剥ぎ取って使われたと言われている。フランスのエトワール外旋門のモデルにもなっている。日本の外旋門は各種祝賀行事の際に建てられていた緑門が起源である。緑門とは門の前面を 次の若葉で飾り付けられた簡素な門のことであるが、日清戦争の終結時に、日比谷や三越百貨店の前などに、大型の外旋門が作られたことをきっかけにして、一気に大型化の方向に進んだ。日露戦争の終結時には最高潮を迎え、日本各地に、フランスのエトワール外旋門を意識した大型の門が、無数に建設された。こうした動きは、 建設ラッシュとも呼べる異様な盛り上がりを見せた。仮説ではあるものの浅草の雷門ですら外線門化したという。京橋に作られた外線門は高さが18メートルに達したと伝えられている。また、外線門ではないものの1903年建造の初代通天閣はエッフェル塔とエトワール外線門を模して建てられた。 日本の外線門の羊が緑門であることから、市街地に作られた外線門の多くは、一定期間後に取り壊される運命にあった。例えば、雷門の外線門も建築一年後に取り壊されている。だが、地方では、そのまま保存された門もあり、2006年現在、静岡県、浜松市や鹿児島県愛良市などに、数機の外線門が現存している。 愛らしの外旋門は2003年に登録有形文化財に登録されたことを契機に補修工事を受けており、これを記念して地元の白金酒造が外旋門という焼酎を限定で醸造している。また、かつて富士テレビジョンが川田城にあった当時、東京女子医大病院側にあった正門も外旋門と呼ばれた。ありがとうございます。